株式会社ゼロスポーツとは、岐阜県各務原市に本社がある自動車メーカーである。電気自動車の開発、製造、販売、及びゴルフカートのリニューアルを行う、環境事業部、小売事業部、スバル社市をメインとした総合パーツメーカーとしての、パーツ事業部の体制で運営していた。1998年より、電気自動車事業を運営。特にベクの開発力は、 優れており、数々の大手自動車メーカーのコンセプト電気自動車の開発住宅を行ってきた。2003年には国土交通省から形式認定を取得し、国内17番目の自動車メーカーとなった。2010年には郵便事業会社より1030代の電気自動車を受注。この受注は三菱自動車。 富士重工業の開発した電気自動車に同社が競り勝ったもので、米国テスラに匹敵する最先端の技術力と実績を誇る新たな自動車メーカーの登場は多くの方々からとして期待されていた。3事業部体制で事業を行っている。小売事業のゼロマックス、スバル車種をメインとした総合パーツメーカーとして、ゼロスポーツ、ゴルフ場のカートのリニューアルを目的とした。 リニューアルゴルフカートの計算事業で構成されている。ゼロスポーツ設立以降、自動車部品のオリジナルブランドを展開し、製品総数582品目、うち180品目は、スバル用品品バンを取得。東京オートサロンのブランド別人気ランキングで5年連続上位を獲得している。パーツメーカーとしてのノウハウを蓄積し、難しいとされる。 車両開発に次々と着手。2000年に既存のレーシングカーを改造して製作した電気自動車が富士スピードウェイにて時速2 7 6 6トルを記録各メディアの注目を集めた。2009年郵便事業会社との間で電気自動車化した郵便周配車両を納入する契約を締結。同年7月に スバルサンバーを種車にした車両を2台納入し、その後8台を全国主要都市に導入。翌2010年8月には1030台の大型案件を受注した。2010年10月にはベース車両変更を郵便事業会社とゼロスポーツの間で取り決め、車両変更に伴う開発期間確保のための納期延長を双方合意した。しかし、 翌2011年1月18日、元の契約では30代分の納期の3日前に、当たる日に、郵便事業会社が一転して、ベース車両の変更と納期延長を認めない旨を通達。翌2月には、一方的に契約解消と納期遅れを理由とした、違約金、約7億円を請求。この請求をきっかけとした不適切な口座凍結により、 翌3月に法的整理を行うに至った。電気自動車事業以外の全事業は、各務原市の中造原料販売業、株式会社松原工業が2011年5月26日に同社の完全子会社として旧法人と本社を同じ場所に置く同盟の株式会社ゼロスポーツを設立し、事業継承。同年6月1日より営業を再開した。 2014年4月にエコカート事業を撤退。小売事業のゼロマックススバル車種をメインとした総合パーツメーカーとしてゼロスポーツの2事業に再編し、ブランド力の強化を図る。2017年6月、主要株主を株式会社松原工業から株式会社ワールドウィングに移し、スバル車種をメインとした業務を継続中。 ゼロ EV セラビュー2011年5月26日、株式会社ゼロスポーツを設立。6月1日、株式会社ゼロスポーツが、電気自動車事業を除くすべての事業を、株式会社ゼロスポーツより承継し、営業再開。ありがとうございます。